どうも、ズータローです。どうも、ズータローです。ヤッツです。はい、どうも、ズータローです。どうも、ズータローです。どうも、ズータローです。ズータローです。ごめん、ということで、灼熱ビーチでクイズノック VS 花尾チャンネル灼熱ビーチフラッグ対決。イエーイ。ダブル灼熱。ダブル灼熱。朝6時半です。おはようございます。厳しい、ということで、クイズといえば屋内、そんな変わり映えしない絵で YouTube 大丈夫ということで、はい、今回はクイズトックを海に連れてきて一緒に運動しながらクイズするぞー。イエーイ。ということで、まあ、ルールは簡単。ピーチフラッグの旗が、回答の選択肢になっているので、それをね、先に取ろうっていう運動×クイズの、ね、融合企画でございます。よー、はい、はい、じゃあ、早速やっていきたいと思います。メイクイッドバスのウィズサンセットだけか。サンライズやん。サンライズ。我々花尾チャンネル VS クイズノックのビーチフラッグ対決を始めます。レイ、お願いしまーす。順番は、剣道的に先鋒、中堅、小対戦。勝負は、1-1-1、3ポイントでいきます。集中してなさすぎる。作戦的にはですね、はい、この中で知識があるのは、まあ、多分、総合的に言ったらスンなんかな。そうだね、スン対象ですね。じゃあ、一旦スン対象でいける対象戦さえ取れば負けないんで、これ。確かに。じゃあ俺、先方、地方、地上、大将。いやー、大将。一旦これでいってみましょうか。一旦、はい、絶対ガスぞ。ファイヤー。はい、ファイヤー。基本的にはじゃんけんで決めよう。作戦も何もない。じゃあ、グー、ほい、3番、グー、ほい、2番、ほい、3番、大将。よっしゃ、頑張ろう。はい、取れなかった。それでは、先方の方、前に出てきてください。ガンドが出てやめてくれ。俺たちじゃないぞ。ルール説明なんですけども、クイズの選択肢が先に読まれますと。で、その後に問題が読まれます。問題が終わる前でも、分かった瞬間にもう走り出して取りに行っても大丈夫です。ってことは、選択肢だけで分かったらもう行ってもいい。そうです。まあ、その辺は多分ノックチームの方がはるかに有利だと思うんですけども、まあ、総力でね、その瞬間走り出したってことは、そこでもう俺も取りに行くから。よし、じゃあ分かった、行きましょう。はい。さあ、花尾選手、今回の勝負の勝算はどれぐらいでしょうか。これって本質的にはやはりスポーツの部分だと思ってるので、彼が走り出してから走るでも十分間に合うかなと思ってます。なるほど。福田選手はどうでしたか。僕は花尾さんが分かんない問題だったら勝てるなと思ってるんで。なるほどなるほど。正直問題の引きかなと思って。当たり前体操。そうですね。さあ、行くぞ。では行きます。1、ビスマス。2、ポロニウム。3、金。4、ヨウ素。この中で元素番号が最も大きいのはどれ。お、皆さん遅い。関係なかった。そっちか。あ、ちょっと待って。そっちか。あれ1番でもなんか聞きられへんからぽいなっていう。これ確かに放射性なんで。でも74ぐらいじゃないっけ。まあまあシリアの問題。普通にむずいやんけお前。普通に俺知らんやつだ。むずいやん。福田さんがビスマスで、私がホロニウム。いい。正解はホロニウムです。スピードも負けとるのにクイズも負けとるの。初めなんかもう彼が取るまで俺取れないじゃん。僕そのホロニウムだけ原子番号分かんなくて、
分かんないからとりあえず1行こうと思って、はいはい、花尾さんがいかにも1取る時だから2取る振りだけしたんですよ流れるからなるほどねでもそれがまさかの正解だった耐えたイエスうわ単純にクイズじゃんまずは1ポイントクイズ力あ、昨日の答えを書いた18の14で30めっちゃ反省会してるえ、50? では次地方の方前に出てきてください。これはこっちの面白いぞ。これは余裕。そこのフレンズ。そうだよねこれ。よし。では選択肢を見上げます。1番坂本龍馬。2番織田信長。3豊臣秀吉。4徳川家康。次のうち一番長生きしたのは？お前押せ走れ早く分かんないなおい何やってんだよ山本の速さ1回でいいかそうかよお前そんなんでこっちに守れねえクイズがむずくて運動能力関係ない結論ねこれはい正解は4番徳川家康徳川家康が75歳秀吉62信長49坂本龍馬31ですわーそういやー単純にクイズしただけっていうねいや分かんなっていう分かんなってやつね分かんなってちょっとあがけよお前分かんなくても走るつもりだからよし次では次副将の方前に出てきてくださいカミノラ負けてねえぞ。髪の色負けてるまで。黒目にバーマだ。負けてるまで。髪型勝ってるよ。むずいんだよさっきから問題。普通にむずい。選択肢を読み上げます。1 A 2 B 3 C 4 D やっぱりなんだそれは。問題。ミノモンタさんが司会を務めた番組。クイズミリオネアの長い歴史の中問題で一番答えが多かったのはどれ？ちょっと取れなかった。何今の？何今の？むずい。どういうこと？問題なんだ？むずいし、バカが取れてもいない。なんでそんな自信満々にいける？え？なんでお前知ってるの？いやあるし、やおちほどって言われちゃった。C やで。正解は C でございます。うわー！終わり。こんな大量ショックなもん知らん何も知らん何も知らん分からんけどこれは自信満々に堂々と行こうってなって適当に取ったら何か当たってやば全く知らんかった俺びっくりした今いやーいやーいい感じいい感じいい感じラスト勝負ですでは大将前へおらおいこれおら はい、というわけでこれは3ポイントなんでこれに勝った方が勝者となります。はい、勝った方変えるみたいなくだり引き止めるみたいなやつやりたい。ケツ的には結構両者一緒ぐらいやな。なぜケツ的なんの寸の方がちょっと柔らかい。いや、怖では、大将戦選択肢を読み上げます。1、8月1日2、8月2日3、8月3日この問題4、もしかして8月4日もしかしてもしかしてあるやんこれ問題ロエリンの弾ああそうだそれしかないわ。いやもう絶対そうや。もう絶対そうや。俺問題分かったもん。正解が発表されるまではクイズというのは発見していないんだ。シュレディンガーのクイズ。クイズのプロが言うんやったらそうなんでしょう。しっかりと回答発表を待つ間は静かにしてるのが大事だ。正解発表します。正解は
8月3日どうしたまあ、知ってたな、これに関してはよっしゃー、俺たちの勝ちだーからよそこから勝つもう一回そう取られたらもう負けや倒れるしかないからお前はもうクイズノックに行けやったー大勝利イエーイ今のはいけただろマジでセクサーだろお前なんであいつ一人で地区紹介してんのおあんたお前はもうクイズノックに行け余裕あればなんだけどさ、はい、クイズノック興味ない簡単に言ったら俺今ヘッドハンティング気分すごいですねクイズノックは興味ありますよ